こんにちは、会長です。本日はですね、発動無に全て奪われた単発動回復たち使っていこうと思います。情報されたんで、まあ、その中からいくつかピックして使っていこうと思っております。で、まあ、最初はねラムを使っていこうと思うんですけど、理由がですね、花火、そして赤花火なんですけど、ずるやんそれ。危ない、ナイス。その2枚って、まあ、正直サポートキャラだったら使えると思うんですよ。まあ、花火だったら、まあ、グースタフだったり、まあ、アクアだったりで、赤花火も、まあ、体力高いサポスペ、まあ、グースタフ、アクア、あと勇者とか、まあ、そこら辺だったらね結構使えると思うんで、その回復がシビアになってくるキルスペで、検証していきます。で、2、3試合目に、まあ、フルカナアタッカーで単発動回復、そしてあら、これは一旦離れようかな。で、折りのタイミングで集荷の、ギアメーカーの単発動回復と無発動の桜で、まあその差っていうところはね、体験していければなと思いますが、まあ吐くしかないな。ダメが張ってるから、死んでゆく。頑張れ、ナイス。1枚やれればあとはリンがなんとかしてくれる。んー、いいね、耐えてる耐えてるっていう感じで、うまく喋れたかわかんないけどやっていきます。今のところはね、回復を切る前に戦闘が終わってるんでなんとかなってる。相手が硬かったりうまく合わせられたりしちゃうと、その戦闘が長引いて回復を切る場面っていうのが出てきちゃって、そのタイミングで即時じゃないと回復間に合わなくて死んじゃうみたいな、まあ、ところがね生まれてきたりすると思うので、まあ、どうなるかなって思ったんですけど、まあ、なんとかなるね、なんとかなる。まあ、あとはその持続回復今回使っているんですけども、まあ工夫すればね、まあ、強みもあるよね。先に切って、まあ、戦闘開始するってやると、まあ食らった分全然回復するんでめっちゃ強いみたいな。え、味方いつ効くんや。まあそれはなんかなんとかなるのか。はい、2試合目やっていきましょうか。ギアメーカー積んでおります。赤株はね、なんかどっかの動画で1回使ったんでギアメ使おうかなって思いまして、ギアメも使ったか分かんないけど、でアタッカーは、まあ、特にアダムなんかは瞬間火力が他のキャラに比べて、まあオミとか高くないんで、まあ、戦闘中どっかで回復切る場面が出てくるんじゃないかなと思って、まあそうなってくるとね、無発動の方が良くなってしまうんじゃないかなと思うんですけど、 100% 回復と 70% 回復の違いはあれど、まあ、さっきの花火系統は、まあ、一応そもそもの効果が違うんで、持続回復と即時回復で先に切るとか、まあ、あとはその工場の、まあ、コラボでも一緒か、サポートキャラだったら割と使えるよとか、まあ、ただねガブとかギアメとかもう言い訳できないですからね。はい、うーわ痛そう。ドラハナアンサーだっけ。ナイス、いいっすね。そうで、まあ、今言った通り使うと思えば、まあ、花火とか多分ね
ガブミエミがとつってなくて花火だけとつってるっていう方もいると思うんですけど、まあ別に情報前からそれなりに使おうと思えば使えると思うんで、切れないでしょう。回復ありがとうございます。これなら多分耐える。全然ね、まあ、使う分にはねいいんじゃないかなって思っておりますが、あらあら、当たらない。回復はかれた。可能ね。これ上から上でやれる。オッケー。で、防戦が来るので気をつけつつっていうところですね。もう多分近距離は切れないかな。で、なんで芯使ってんのって思うんですけど、その回復味わいたいんで。まあ、シリーはちょっとずるかなと思って。当たらない。守護障壁を展開。アルマ一刀流飛行機。アイスクラフトフェイン。見せしめには難しいな。いやー、キルしといて。ありがとう。全然使わなかった。ちょっともう一回やろう。でもうまくいったから、みんな見てほしい。ね。わかるでしょ。うまくいったら、ツイッターに。動画上げちゃうみたいな、そんな気持ちです。味方ナイス。はい、ちょっともう一回やりましょうか。いいねいいね。ちょうど相手火力高そうなんで、しかも高さんで戦闘が多いと。ジョーカー貯めてもいいね。いやグッスがね重いんだよね。ちょっとどうしましょうかっていうところではあるんですけど、なんでシーサーったんだ。まあこれは連切りなんでギア目で OK で、まあ3枚入っちゃったんで触ろうかなって思うんですけど、触ってくれた。早すぎだろ。お、赤ガブ積んでますね。いいっすね。イーガーが長かった。ジョーカー間に合うか。間に合った。逃げた。なんかすごい方入ってる。いや 30% か。死ぬかな。耐えた。弱すぎだろあのカード。いやなんか無意識にね戦闘中に切らないみたいな、あと連切りできるみたいなに切り替わってる可能性もあるから、あんまり分かんないかもしれない。思ったけど、いや本当はねソルに対して後編打ちたいんでグスの周囲に合わせたくないんですよね。でもジョーカーが来てないからシーンフリゾンなんで多分ダメージ受けちゃって、まあ、踏むだけ踏んどいてっていう感じにしたいと思います。ああ廊下が止まらない。廊下が止まらないよ。で突っ込んで死んじゃったんで直エヴ外した。意味わかんない挙動してる。ああ無理だね。ナイス。この連切りは大丈夫。ドカーン。合わせます。
俺の剣は何も弱くない。相手が逃がしはしない。ドカーン、やるいがしまいだ。ドカーン切らないんだ。なんか分かった。いいっすね、ナイス。いやーどうなんでしょうか。いっぱい戦闘したけど、なるべく連携するようにとか、まあ、食らったら一旦離れてとか、まあ、そういう立ち回りになっちゃってる気はする。気はする。わからんけど、そういうなんか、まあ、戦況だったっていうのもあるのかもしれないけど、ね。うん。まあ、でも、やっぱカードによって立ち回りは変わってくるから、まあ、桜の方ができることが多い。これプラス、戦闘中にも回復を挟めるっていうのはもちろんあると思うんで、まあ、ただ、なんとかはなるのかな、やっぱり。うん。ほい、ラスト、サクラ使っていきます。まあ、これはこれで立ち回りがどう変わっていくのかっていう話なんですけど。まあ、いろいろ使っていったわけなんですけども、まあ、情報を感じたかと言われたら、まあ、知らんね。うん。まあ、ステータスちょっと変わったところで、ワンパンラインが変わるわけじゃないし、うおー、めっちゃ強えみたいな。まあ、なるわけないんですよ。うん。まあ、クールも短くなりましたけど、なんか上がった瞬間切ってるとかっていうわけでもなんかないしね。いや、まあ強くなったこと自体はね、いいことだと思うんで。ん？めっちゃ切った。はい。守護障壁を展開。ああ、もうなんか嫌な気持ちになったわ。嫌な気持ちになったわ。もう合わせる気で言ったんだけどな。そのためにダメがあって突っ込んだんですけど、全然ダメっすね。全然ダメ。まあ、そんな標柱食らっちゃうかもしれないですけど、まあ、一応サクラあんで触ってあげましょう。でも前圧かけてくれてるから大丈夫そう。で、溜まりますね。で、さっきみたいに崩壊が怖いので、溜め切ってから行きましょうと。オッケー、いいんじゃないですか。全然回復切ってないけどね。で、これも氷柱バトルしますか。OK。 あれは無理。お、やれる、ナイス。回復あと10秒なんで引きましょう。その HS は芯があるのでなんとかなる。ザクレイが奥行ってくれると嬉しいけど、ナイス、偉すぎる。味方が偉すぎる。桜切れます。全然桜っぽくない。あれは通常でやりきってくれるけど、キルパクしちゃいましょう。はい、キルパクしちゃいましょうと。うん。まあ別に、サクラが強いことはみんな知ってるし、いっか。はい、ナイスです。あんまりいいとこは見せれなかったんですけど。近距離楽しいっすね。うん。まあ、そんな感じで、ガブゲートとキアメ、ん？花火系とかの情報がたくさん来ましたと。うん。で、まあ、再度まとめると、赤花火、緑花火っていうね、支援キャラ、サポートキャラに使うようなカードは、まあ、全然ね、突数次第では入れていいんじゃないかなって思うんで、わざわざ入れるほどでもないけど、そのステータスを考慮するんだったら、全然入れてもいいなって思いました。はい。まあ、もちろんね、1突されガブの方が体力高いとか
あるんだったら、まあ、ガブの方がいいかもしれないですけど、その PL とかね、うん、その緑花火よりかは、防御あんまり見ないんで。っていうところあるかもしれないけど、まあ、どう考えても突数的に、スティダス的に、まあ、花火の方がいいなとか、あるんだったら、まあ、花火でいいかもしれない。ただ、キルキャラは、やっぱり即時の方が強いかなって思いますし、まあ、桜の方が強いなっていうのは、あります。うん。まあでもみんな等しく回復なんで、まあ、強さの差はあるけど、なんか絶望的な差はないよね。その、前の、情報前のちーちゃんとエルフェルトの差みたいな、絶対積まないみたいな、積んでてもいいよねみたいな、そんな感じです。ありがとうございました。